フリーアナウンサーの宮根誠司が自身が司会を務める情報番組内で韓国ソウルで路上喫煙したことについて謝罪した。宮根は番組の冒頭で、まずは私の方から謝罪をさせていただきます。ソウルでメジャーリーグの中継をさせていただきました。その折にですね、屋外で、そして公的な道路、場所で、タバコを吸っていけない地域だったのですが、電子タバコを吸ってしまいましたと説明。多くの方に、ご不快な、思い、ご迷惑をおかけしました。大変申し訳ございませんでした。これから、取材姿勢を改めて、初心に戻って頑張りますので、改めてよろしくお願いいたします。どうも申し訳ありませんでしたと謝罪した。さあ皆さんご一緒に、X で動画見ましたけど、警備員に注意された後にもかかわらず、また吸っていたようですね。番組スタッフも注意できないほど、この人は偉いのですか？どこで受けているのかわからないが、今もどんどん増長している偉そうな態度。不快な思いをさせたじゃなくて、ルールに違反したことを謝罪しなさいな。感情論の問題じゃないんだから。